この前工事も事故もないのに渋滞にはまってさ、群馬も栃木も車社会だからね。自然渋滞？いや、ドライブスルー渋滞。はい？ドライブスルー渋滞。何それ？知らないの？土日のファストフード店で起こる渋滞、その名もドライブスルー渋滞。そのネーミングは初めて聞いたよ。確かに混むけど、子育て世代が多く住む地域で特に見られます。お子さんは漏れなくファストフード大好きだもんな。仕組み的にはこんな感じ。よくあるお店の構造だね。土日お昼が近づくと車が増える。お、そりゃそうだね。どんどん増えて店舗の敷地がいっぱいになる。お、やばいじゃん。すると入れなくなった車が道路で待ちます。おい、飛び出ちゃうんかい。お店に用のない車も巻き込まれ大渋滞。二車線ならまだいいんだけどさ、敷地が広くない店舗で起こりがちなのか。お店も工夫してたりするけどどうにもならず。車社会の密かな問題だな。店舗も道路も広くすることは難しいし。じゃあ車を細くしちゃうか。発想が小学生。